シアの首都コラムプールです。で、今これから NRT 大型車の駅なんですけど、今チャイナタウンの近くの NRT の駅に行っています。でこれから、NRT の大型車の KLCC としてで、ツインタワーとか、でこれがね、KLC、LRT の駅です。でこんな感じです。周りを見渡すとこんな感じです。でイスラム教国なんで、モスクもありますね。あちら見るとモスクですね。で人々が待ってます。そろそろ来るんじゃないかな。駅がこのパサウセル。そろそろ来るっすね。こちらがね、チャイナタウンの方で、マレーシア見ても、見てもらうとですね、ここ10年、もしくは20年でね、ものすごく変わりました。で、これだけ今、高層のビルが建ってるんですけどね、見てもらうとすごい新しいと思います。ということは、要するにこの10年、20年前どうだったかっていう、このビルがなかったことを考えたら、どれだけこの国が発展したかっていうのが分かると思いますね。で、もちろん日本がね、最大の OD の援助国、そしてルックイースト政策っていうのをこのマレーシアの政府がやってまして、で、日本に学べという感じで、日本にも留学生はかなりの多くのマレーシア人の留学生来てです、学んで、こちらに帰ってきて、経済発展、に尽力した感じです。まあ、かつて、ね、アジアニーズと呼ばれていたシンガポールとかね、韓国とか香港、ね、台湾、ね、日本のおかげで、まあ、発展しましたけど、これプラスアルファでその下に来るのが一応マレーシアとかね、まあ、タイとかそこら辺の国々なんですけどね、まあ、それらの国々もかなりもう今発展してきてますね。21世紀に入っても2012年ですけど、これが得られています。